州、そして関西に住まれて今今シーズンを戦うサガン鳥栖の面々がこのホールに到着です。改めて大きな拍手を送ってもらいたいと。お待たせいたしました。それではただいまより2019シーズンサガン鳥栖デビュー式を行いたいと思います。ではまずはじめに株式会社サガンドリームス代表取締役社長竹原めぐみ様よりご挨拶を頂戴したいと思います。明けましておめでとうございます。サガン鳥栖の、これからの戦いの出陣式に、知事はじめ議長ご参加のもと、県庁職員の皆様そしてファンの皆様と一緒に、決意を新たに、選手監督を顔見せに来ましたので今年1年もよろしく応援のお願いいたします。続きましてサガン鳥栖ルイス・カレーラス・フェレイル監督よりご挨拶を頂戴したいと思います。こんにちは。
ヒヤヒヤさせられましたけれども、なんとこれで8年連続 J1。 その間大分が1年で落ち、福岡が1年で落ち、去年は長崎が1年で落ち、また今度大分がやってきた。その間ずっと J1 にいたのはサガン鳥栖だけであります。さて今年カレーラス監督、もうびっくり、私最初みんな思ったでしょ、カレーラスとはもう本当になんかね、あのサガン鳥栖に来るために生まれたような監督であります。通訳してるんですよね。いやでも今年は J1 もいろんなレギュレーションっていうかね、5人まで外国人が OK になったりとか、育成を2人入れたりとか、もういろんなルールが変わって、もう本当大革命みたいな感じになってます。もう何が起こるか全くわからない。だからこそ大いなる期待とやっぱり一抹の不安と抱えながら、ただ我々はこのサガン鳥栖をずっと応援したよっていう強い心差しだけはみんな持ち続けていきましょう。だと思いますけれども、私がマイクを持った時には負けませんので、ぜひ少し言ったら 大切にしていただきたいと思いますし、私もできるだけサガン鳥栖のために、突出したっていうんですか、今まだ名前決まってませんが、お伺いしたいと思いますので、みんなで盛り上げていきましょう。ありがとうございました。さあ、それでは今シーズンのサガン鳥栖の活躍を願って、佐賀県より竹原社長、カレーラス監督、そして東別選手に花束の贈呈を行いたいと思います。では準備をお願いします。では社長、そして監督、東別選手に花束を贈ります。それではどうぞお渡しください。そしてどうぞお受け取りください。竹原社長、そして彼ら監督、東別選手に花束が贈られました。さあ、それではここでサガン鳥栖より記念品の贈呈がございます。さあ、今運ばれたもの、ボールとユニフォームです。ボールの方は2019公式ボールです。コレクト19、1998年 FIFA ワールドカップフランス大会公式試合級トリコロールにインスピレーションを得ています。伝統的なフランスのシンボルであるボンドリと、近代フランスのシンボルである高速列車とタービンを融合、さらにグリッチエフェクトによって現代の革新性を表現しているボールです。コレクトはコネクションとネクストでの造語であり、スポーツを通じ全ての人種、世代、国々が団結する世界中のつながりを表しています。そしてユニフォーム、2019シーズンのユニフォームです。一つ一つのブロックが集まることで一つの柄になるというデザインは、たとえ一粒一粒が小さくても団結することで大きな岩となり、凄まじい力、そして新しい力を生むというメッセージが込められたデザインです。サガン鳥栖の由来であるサガンをデザインモチーフに採用しています。チームの象徴カラーであるサガンブルーをベースに、サガンピンクをアクセントに V 字型のボーダーにすることで、ビクトリーの V と強さと速さを表現しています。さあ、それではこれより東別選手より知事にそのボールが、そして監督より指山副議長の方に2019シーズンのユニフォームが贈られます。それではどうか東別選手、そして監督、お渡しいただきたいと思います。どうか大きな拍手をお願いいたします。このユニフォームを身にまとい、今シーズン戦い抜きます。サガン鳥栖から記念品の贈呈でございました。さて、今シーズンの開幕戦は2月の23日土曜日、対名古屋グランパス戦、ホーム開幕、鳥栖スタジアムです。皆さんも今シーズン鳥栖スタジアムでサガン鳥栖にどうか熱い声援を送っていただきたいと思います。
改めて共に戦う気持ちを見せるなら大きな拍手送ってもらえますか。それでは、これよりフォトセッションに移りますので、選手関係者の皆様は恐れ入りますが、そのまま整列をお願いしたいと思います。